極楽寺坂霧道市を東側から望む史跡非極楽寺坂霧道市所在地地図極楽寺坂霧道市は鎌倉七口の一つ。鎌倉七口の中では最も西南に位置し、神奈川県鎌倉市の極楽寺方面から夕比ヶ浜方面に抜ける霧道市道である。鎌倉時代の公文書といえる東鏡には極楽寺坂霧道市の名は見られず、 京都と鎌倉を結ぶ重要な連絡路としては、鎌倉時代初期には海岸沿いの稲村寺が使われていたと考えられている。鎌倉初期の紀行文、海道記には、この稲村寺を使用した記述があり、また、あずま鏡の記録では県庁を4年。 鎌倉幕府六大将軍として京から下校した、宗方新能が稲村が先を通って、鎌倉に入ったとされており、稲村寺を使用したと推測される。しかし、鎌倉時代後半に、極楽寺坂が開かれ、以後、主要な交通路となった。極楽寺の自伝によれば、同時の実質的な階祖である新言、立秋の僧、認証が最初に切り開いたとされる。 人賞の入事は文永四年で、権限二年に同時で没しており、自伝が確かであればこの間に開かれたことになる。歴史上、極楽寺坂を有名なものとしたのは、現行三年の鎌倉幕府滅亡時の合戦における、新田義貞による鎌倉内入りである。武蔵国の部外河の戦いの勝利の後、藤沢まで兵を進めた義貞は、軍を小袋坂、化粧坂方面と、 極楽、寺坂方面に分け、鎌倉攻略を図った。極楽寺方面の新田軍は、大立二郎総支枝三郎幸吉を対象とし、一方の鎌倉軍は、大仏、陸森貞寺家が対象として迎え撃った。しかし、極楽寺坂霧同士は険しい上に、幕府軍が陣を整えて待ち構えていたために、新田軍はこれを破ることができず、左将軍、 大竹宗氏はここで戦死する。小袋、化粧坂方面から応援に駆けつけた、新田義貞は、結局、極楽寺坂霧道士の突破攻略は困難と、判断、立ちを投じて、干潮を祈願したとの伝説が伝わる稲村ヶ崎の海岸線を通って、鎌倉に侵入に成功し、幕府方の敗北により、鎌倉幕府は滅亡したとされる。 鎌倉七口の中でも朝日七霧道士、名古屋霧道士等は山中にあり、近世以前の趣きをなお残しているが、極楽寺坂霧道士は現在は普通の車道として整備されている。整備されたため、過去の路面よりも広く深く掘削されており、元の霧道士としての路面の高さは、霧道士に並行してある上樹院の門に至る道とほぼ同じであったと推測されている。 ありがとうございます。